よっしょい。はい、皆さん、皆さん、超爆ゲームでございます。ということで、このウィラプレイ2020やっていきましょうということでね、気合でね、まずは入っていきました。というのも今回はね、相当な気合が必要なんですよね。そう、こちらリバプール、そしてマンチェスターシティのクラブセレクションやってきたということで、いやもうね、待ちに待ってた方も多いんじゃないかな。結構ね、ツイッターとかでも情報出ててですね、そう、もう月曜日、今週ね、午前11時、こちらのリバープールとマンチェスターシティのね、FP ガチャ登場クラブセレクション。いや、このね、多分ね、2つのガチャ、また1週間のところで見て、全体のところで見たら多分最強のガチャですね。まあ、アプリまだ、FP 登場してそんなに経ってないんですけど、間違いなく今後で見ても多分、神ガチャになってくると思うんでね、このガチャは。ぜひね、神引きをしていきたいところ。はい、ということで、じゃあ早速ですね、まあ、リバプールの方から入れは行くんですけど、まあ、選手をね、見ていこうかな。いやー、強いですね。やっぱリバプールの選手が全体的に通常強化されたっていうのもあって、やっぱ全選手は強い。まあ、なんですけど、やっぱ特に、狙い目で言ったら、ファンダイク。まずはね、ファンダイクセンターバック、もう今作最強 CB と言ってもいい。大体1上げベースのところですね。からのアグレッシブネスが4上げてんのが、こりゃ、こりゃやべえよ。ただでさえね、ファンダイクからね、後ろからプレスされるとめちゃくちゃね、フォワードきついんですけど、相当やばいと思う。マンシートリバプールっていうね。はい、そしてサラー。サラーもね、だから多分3枠じゃ正直足りないですね。3枠じゃ足りない。オフェンスセンスが4上げてますね。でもやっぱ習慣に比べたら、上がってる能力の幅ですね。だいたい1上げベースで4みたいなのがメインか。黒玉の選手とか。さあ、そしてフィルミーノ。ちょっと待って、本当に欲しい選手多すぎて、これ定まんないレベル。フィルミーノは2上げベースか。いいね、2上げで。グランダーパスが5上げてんのか。スルーパス持ってんだよね。これによって、まあ、フォワードの選手ですけど、ST でね、飛び出しで、まあ、裏にも抜けるし、そこでちょっと低めの位置でもらって、チャンスメイクだったりもできるので、いやー、フィルミーノも欲しいな。 FP フィルミーノ絶対強いですからね、フィルミーノ。はい、そしてロバートソン。ロバートソンも普通にかなり強いからね。アグレッシブネス4か。結構アグレッシブネスディフェンダー選手4上がってる選手多いな。はい、ということで、まあ、狙いとしてはね、まあ、個人的にはファンダイク、サラーにフィルミーノ、ロバートソンかな。そうですね、この中から3選手誰か当たればいいかな。よし、ではね、行きましょうかね。まあ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 、まずはね、てかもちろんね、誰当たっても結構強いんだよね、正直。このリバプールとマンチェスターシティは。で、今ね、結構ね、お腹がね、若干痛いんですよね。そう、ちょっとね、極限状態まで持っていくとですね、人間ね、最高のパワーがね、出るということがあるんでね、これはロバートソン、あざっす。よしよしよし、オッケー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 。いいね、ロバートソン、挙手、あざっす。結構メイン系の選手であるけども、ディフェンスも全然できるというロバートソン強いよな。よし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 、まずはですね、ロバートソンゲット。オッケー、ここまで順調だよ。まだ1回目だけど。だからまあ次でね、ファンデグフィルミのサラー、どれか当たれば、まあ自分の狙いとしてはバッチグーのね、ラインではあるんだけれども、あ、うわー、これ、いやー、まあ悪くはないか。あー、ちょっと、いやでもね、かぶりはね、ちょっと避けたかったですね。今作、育成はちょっと、そんなに厳しくないんで、レベル上限システム的にね。あ、まあ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 。まあ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 。いやー、でもかぶるか。かぶるか。いや、このかぶりは予想してなかったな、ちょっと。まあ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 、OK。よし、じゃあ、最後。最後ですね、まあ、サラフィルミのファンダイク。誰か出れば。まあでも、まあ、リバプールのこのガチャ自体がそもそもね、どの選手とかも結構いいから、お、アリソンですね。オッケーオッケーオッケー。あー、でもこれでアリソン当たったら普通にもう正ゴールキーパーあるな。育成ですね。育成の部分で。てか通常アリソンがやばいもんね。まあでも、サラーフィルミのファンダイクは出なかったけどね。アリソンゲットということで、オッケーでございます。そうですね、だからリバプールのガチャ、まあ、狙いのところロバートソンがね、まあでもロバートソン育成もちろん、今作ね、育成はちょっと楽な部分あるけど、かぶったらね、なおさら楽な部分あるから、まあ、ただフィルミーノ、サラ、ファンデイク当てたかったな。どこが、そうですね、3回戦、まあでもそんなやっぱ FP ガチャ甘くないね。はい、ということでですね、お次行きましょう。マンチェスターシティは初ですからね。
そう、ライセンスがないチームからもやっぱ今作はクラブセレクション登場するんで、まあ、前作もトッテナムとかあったけどね、まあ、先ほど最強クラス GK あのアリさんで言いましたけど、モラエスがこれねマックスいくんですよね。そう、レベルまでカンストで、やっぱこの何ですか、ジャンプ系、ジャンプキックルフィジカルこれも結構高いから、で使って通常使っててねマジで飛びますね、モラエスは。そうだからゴールキーパーでちょっとまだ、自分なんか持ってないですとかね、メインゴールキーパーみたいにいないですって方はね、ぜひ当ててほしい選手。さあ、そして来ました、アグエロ。アグエロがさ、今作通常のレベマが97だっけ、最後マックス6だっけ。そう、97かな多分。だからまあ FP でねさらに強くなってるんですけど、ボールキープ4はやばくねボールキープ4はやばくね。アグエロ自体が相当強化されましたからね、もともとのもう通常アグレがドリブル突破プラスが追加されてると。いやいいね。さあ、そしてデブライネ、もうシティといったらデブライネ欠かせないでしょう。チャンスメイクのところは、あとボールコントロールが4上げですね、あとは1という感じか。うーん、デブライネもシティが、シティの方もあれですよね、足りないな3枠じゃ。そしてスターリング来ました。スターリング、スターリングは、上昇能力的に見るとオフェンス数4か、いいね。いや使いたいな、ちょっと FP スターリングでドリブルしてみたい感ある。そう、今作ドリブル若干難しい部分あるんでね、スターリングだと、スターリングのこの強さもっとすればそこカバーできそうだもんね。さあ、そしてダービーとシルバーということで、シルバーも来ました。やっぱね今作ね、パサー系ですね、特にフライパス、グランダーパス、まあ、どちらもできる選手とか相当通るんで、パス自体がね結構ね今作チャンスメーカー OMF 使いやすいのであるね、シルバーも。うーん、欲しい。はい、そしてね個人的にもう今回シティでね大注目してるのはこちらロドリ。はい、ロドリの FP、 いやもうこれロドリ FP はマジでおすすめ、おすすめというか絶対当てたい選手。というのもですね、ロドリーレベルマックスで総合値95いきます。はい、それぐらいやばいです。まあね、通常ロドリー使ってる方とか分かると思うんですけど、使用感がおかしいんですよね。そうだから、まあレジェンドでいうピエラみたいな感じ、ピエラのアンカーバージョンみたいなプレイスタイルが。そう、このねロドリーは通常でも FP みたいな強さしてるんで、FP 当たったら相当やばいかなって感じありますね。そうで、ロドリの、能力上げが、それでね4上げはフィジカルコンタクトなんだよね。いや、ここをね4上げしてるのはでかいね。フィジコン自体はねそんなにもともとはめちゃくちゃ高いってわけじゃないんですけど、4上げによってカバーしていくんで、身長190センチ超えからのこのディフェンス力でフィジコンも83、まあ、レベル上げでもっと上げるし、で攻撃のね起点にもなれるという、このロドリー FP はもう大注目ですね。あー、狙い、自分の狙いとしてはまあロドリー、やっぱロドリーは欲しいですね。ロドリー、デブライネ、エデルソン・モライスかな、まあ、スターリング、アグエルも欲しいし、シルバーも欲しい。あー、ちょっと足りない足りないっす、枠が。これ本当に6回ぐらいに枠してくれないと足りないっすね。ということでシティ回していきます。まあ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 、最初のところですね、誰が来ても嬉しい感じではございますが、あー、これはオタメンディ、あー、ちょっと待って、ここの中で、そうだね、うん、オタメンディ、うーんいやー、ちょっと待って、これロバートソンの流れで言うとね、リバプールのオタメンディ、オタメンディってなる流れじゃないこれ。さあ、ということでまずね1回目はねちょっとオタメンディしましたね。まあ自分の狙いの選手のところをね、なんか逆にピンポイントのところでね、まあ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 、でも枠、まあ、たくさんいますから選手、うん、いろんな選手が来る確率が高いということでね、高いといったところ、よしよし、オッケー、来た、いやー、来たわ、これは熱い、いやー、でかいな、これ。一番狙ってた男が来ました、ロドリシティ、やったぜ。いや、ロドリーはやばいですよ、うん、通常であれだけぶっ壊れてるんで、いや多分ね FP はもう輝きしか放たないですねこれ。いや、嬉しいな。ロドリーはちょっと育成してまたレベマとかで試合で使っていきたいですね。
アンカーの中でもね特におすすめの選手なんで、ということでここかぶりなしで前田に手かぶりなしかぶりなしでと言いたいところだ。あーまあ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 、いやでもまあここのかぶりはね、まあでも育成そうだね、ロドリーレベル上限とかも結構高いからできればねできればかぶりはちょっと避けたかったね。ここはまあでもロドリーは非常に嬉しい。チェスターシティのロドリー、もうここの FP は多分今回の中でも一番やばいレベルだと思ってるんでね、個人的に。なんか替えが効かないタイプというか、本当にそれぐらいのロドリーはガチでレベましたら、やばいんで、そこで確かマックス95かな。ちょっとね、育成してまた試合で使っていきたいと思いますということでね、またサバンカの方とかもね、今後引いていくと思うんでね、そちらで攻撃的な選手が上がればね、動画とかもまたガンガン出していくんで、ぜひ皆さんのね、引きもコメント欄で教えてください。ということで、今回皆さんご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクープレイプロー。